どうもこんにちは。今回はですね、5人でグルキャンをやってきたんですが、それぞれの持ち物っていうのがまあ綺麗にね違ってました。今のキャンプっていうのはですね、いろんなスタイルが楽しめる時代だと思います。見てる方もですね、新しい発見があるかもしれないので、今回はですね、それぞれのテントやキャンプ道具を見せていただきましたので、そちらをですねご紹介したいなと思います。ちょっと厚見さんのやつをどうぞこれって、はい、タープは、はい、TC ですか。そうですそうですそうです、はい、このゴーグランピングっていう最近、ああなるほど、あのツイッターとかでもよくキャンペーンしてるメーカーですね。あ、これだ。これの4メートル4メートルぐらいですか。これそうですそうです、のヘキサーですよね。はい、で跳ね上げると、端っこ跳ね上げるとだいぶ広くなるんで、うん、なんか広い感じしますよね、はい、これただ、このタープは晴れの日だったらもう4人ぐらいでこの中で、あ、いけそうっすね、はい、で実際僕この前キャンプした時はこのワラビーテントをここじゃなくてこっちに端っこを跳ね上げて、でこの下にテントを張ってあ、なるほど、こっちはもう全面あのリビングスペースにして3人ぐらいでキャンプしましたね。そっかそっか、こっちを跳ね上げるとまた確かに、そうなんですよ、違う使い方できますね。で今日はもしかしたら途中で雨降るかもってことで、うんうん、この中間の方にポール立てて、で引っ張って立ち上げたんです。雨が逃げるようにというか、雨に対しては全然耐水性がないんですよ。 100% コットンで、なるほど、で撥水加工されてないんですよ。なのでもう本当はインナーテント的な扱い方のテントなので、なるほど、TC じゃなくて完璧にコットンなんですね。そうなんですよ。これ何でしたっけ、ワラビーテント。ワラビーテントですね、DOD の。この中のコットンも DOD ですか。いえ、これはベントラックスさんっていう。ああ、これも、はい、よくツイッターで見ますね、ベントラックスさん。でちょうどこれ最初の売り出しの時に、結構な割引で先着何名までっていうのがあったんで、でうまいことその先着に入って買うことできたんですけど。なるほど、あ、そっか、コットがあってもちょっとここに余裕があるんですね、はい、だからコットじゃなくて普通のマットだったら2人ぐらい寝れますね。寝れますね、はい、前までフルメッシュのインナーテント使ってたんですけどあ、ちょっとなんかプライバシーゼロだ確かに、はい、なるほどなるほど。これも閉めちゃえばあれですもんね、そのプライバシーが守られるというか、はい、でいいとことしてはあれですか、やっぱメッシュもあるし、ちゃんと閉じられるしっていうことですよね、はい、湿気とかあるとね、メッシュだと困ったりするときありますもんね。ちょっと道具も拝見してもいいですか。あ、どうぞどうぞ。これはどうですか。扇風機。これ扇風機、今日もしかして蒸し暑いかなと思って持ってきたんですけど全然いらなかった使い道がなかった、はい、ちょっと寒かったですもんね。そうなんですよ。これはゆうこの焚き火台で、あ、これですね、はい、これ基本的には炭焼きするときに専用で使うんですよ。ちょうどいいサイズで卓上に持ってこいなんで、昨日使われてた炭があれですよね、なんかこうすぐ火がつくような、あ、そうそうそう、ロゴスの成形炭で、うーん、ライターで火がつくっていう、それがちょうどここの中に入る感じだったんですよね。そうですそうです。あとはこの椅子がちなみに何ていうところの、これクイックキャンプですね。あ、クイックキャンプなんですか、はい、これテーブルもクイックキャンプで、あ、統一されてるんですね、はい、結構安くてでも見た目が良くて、うん、これいい椅子ですね、はい、フット調の感じで、うーん、これの原型になったモデルがカーミットチェアなんですけど、うん、あれって全部バラしていくんですけど、はいはいはい、これ単純に畳むだけなんで、うん、こうやって、あ、だから撤収が楽なんですよ、ね、設営も撤収も楽で、十分な広さです、ね、なるほど、あ、そっか、こういう、そうですね、片っぽを跳ね上げたらだいぶ広く使えますね、はい、俺もこういう使い方したいな。で、これも DOD のポールで、 DOD ポール1700円ぐらいで、2本セットで1700円、この袋が、ははははは、は、今回分割しても結構な長さある、これが一分割なんで、ああ、なるほど。で、あっちの細い赤も DOD なんですけど、これはさらに分割する幅が、これってワラビーテントについてるんですか。いや、ついてないです、全部もともと持ってたんですよ。
で、この太い、これは、村の鍛冶屋さんですね。これは、このタープ用に太いのが欲しくて買いました。ああ、そうですね。一本太いのあったらね、はい、なんか安心感ありますもんね。カメラの三脚みたいに、伸ばしていくポールを使ってたんですよ。結構太めの。でも、風吹いた時に折れてしまって。ああ、なるほど。で、あ、やっぱそういうのはダメだなって。やっぱ金属のごっついやつがいいなと思って。これあれですか、結構ペグも、はい、あのメーカーとかこだわってたりします。村の鍛冶屋さんですね。このカラーがすごくいいなと思って。あんまないですよね、はい、この色。でこれあのもっと青とか黄色とかあるんですけど、それだと叩くとここが剥げてくるんですよ。あ、そっかそっか。でこれはもう剥げるって剥げるんですけど、そんなに剥げないん で、 あとこだわって作ったのがこのガイロープで、ガイロープ、はい、カラビナで取り外しが簡単にできるようにする。そうですね、これあると便利ですね、はい、これは全部の。そうです、そうです、そうです。場所がこうなってるんですね、はい、だからタープわざわざこう買い替えた時にあのもう一個作らなくてもいいんですよね。あとあれですよね、ここに実際にあのこのロープをこんな感じで結んじゃうと、はい、結局このロープがなんかブランブランになるから。あ、そう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 、なんですよ。収納する時もめんどくさいんですよね。そうなんですよ。そう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 、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。アツミンさんの住居でした。ちょっと砂吹さんの住居も撮っていいですか。何もしてないで。汚いまんまやで。これ DOD のあれですね、5人用ぐらいのテントですよね。あ、3人ですか。うん、3人用。コットとこれインフレーターマットってやつですよね。出た、検証キャンパー。で、その上に、寝袋と、これなんか毛布かなんかが入ってるんですか。コーナーの一番安い。やつに、キッチンマット。キッチンマット。あ、この茶色いやつですか。そうそう。あ、これキッチンマットなんだ。よくありましたね、このサイズ。うん、これ、ホームセンター、見た時も即買いして寝袋の中入るぞと。そうそうそう、横幅のこれ80やったかな。ああ、ちょうどいいですね。それにニトリのあったかも、あったかも。なるほど。寝床なんで結構シンプルにって感じですよね、うん、で、あとこっちが何も立てへんかった、これが中に入ってみんな中にしまえるように。これがそのまま、うん、テントの中で過ごす派です。うん。外ですよね。だけど寝るときにこれを持って入るっていうことができるのが先に。ああ、そうですよね。で、いる分だけ出して。じゃあこれにプラス椅子があるみたいな感じですか。そうですね。これとそれが台になって。あ、これがあって。うん、あれかこれかを出して、あれでもう形を整理してしまう。なるほど。モンチャイさんがこれですね。これって中は薪とかじゃないですよね、こっちはさすがに。はい、あのバーナーとかそういったもの、まあ汚いですけど。あ、なるほど、バーナーとか入ってるんだ、はい。これちなみにテントはなんていうところの。バンドクですね。あ、ソロティピーバンド。バンドクのソロティピー。で、この中にはホットとあれですね、ちょっとしたあの小物を置けるように。ああ、テーブルですね、はい、あのインナーというかそのグランドシートとかなしで、はい、そのまま直置きでって感じですよ ね、 うん。一応これ専用にインナーがセットで売られてる。ああ、なるほど。ちょっと僕インナーかけるとちょっと狭さを感じるんで。ああ、星が少ない時はもうインナーなしですね。なるほど、なるほど。あと僕バイク乗るんで収納サイズもコンパクトで。あ、そっかそっか、うん、いいんですよね。乗せられないと持っていけないですもんね、はい、これコットの上に、なんかマットが敷いてあるんですかね。そうですね、あのニーモのジャバラマットっていうんですか。あ、はい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 。こうなんか折りたためるマットもやっぱバイクに乗せられるようにってことですよね。はあ、このソロティティっていうのは結構あれですね、ぶら下げるところがいっぱいあるんですね。そうですね、考えられておりますね。あー、なるほど。展開的には後ろもあれチャックで開くんで。あ、そうなんですね、はい、立てれば。このソロティティで結構使ってる人多いですもんね。多いですよね、最近流行りで
ですかね。なるほど。へえ。これってちなみに TC なんですか。そうですね。これすごく水はけがいいんですよ、これ。ああ水はけって、ね、はじきが、うん、新品ってわけじゃないですよね。はい、もう2年ぐらい使ってますかね。あ、すげえ水はけいいですね、うん。じゃあこれとあと外にはこういうなんかテーブルだったり、そうですね、このハンガーだったり置いて、ここにだいたい椅子とかあってみたいな感じで過ごされてる感じですかね。で、まあこういう感じで中でできます。そうですね、こんだけあれば雨降っても大丈夫ですよね、この前室っていうかね。あんまりタープを張るのが苦手なんで、ああ、こういう前室ができるタイプのテントばっか持ってるんですけど。なるほどなるほど。なんかやっぱ持ってるものが違うから面白いですね。これは何でしょう。ね、灯油バーナーなんですけど、はい、昔のあのオプティマスってメーカーの灯油バーナーなんですね。これも結構古いやつですか。そうですね。なんか古そうですよね、これ。60年前にぐらいなのかな。そんな昔なさんですか。はい、こういうギミック、あの燃料系のバーナーが好きで、はい、結構集めてたりとかするんですか。そうですね。これ同じやつでも3つぐらいとか、これのガソリン仕様も燃料違いですか。はい、はぁ、りだとか。すげえな、5、60年前のもの。なんかこれでやっぱメンテされてたものを売られているみたいな感じなんですかね。いや、あのいろいろですね。いや、そこで買ったりとかするんですけど、自分でメンテしたりとか。へえ。見てほしいもんがあるんで。あ、はいはいはい、ぜひぜひ。なかなか手に入らないもんなんですよ。レアなやつですね。レアなやつですね。自分で直して点火できるまで直したんですけど。へえ。あ、じゃあ買った時は使えなかった。はい、でご自分で修理できる方はヤフオクで買ったんですけどね、なかなか手に入らなかったんで。それなり、これこっちがね、どこやったかな、ちょっと国の名前忘れました。こっちはドイツなんですわ。ドイツ。はい、この箱が元々のものですか。そうですね、オリジナルで。もうでも買った時からこんな感じですね。へえ。うん、アルコールで余熱プレヒートしてから使うんですけど、コンパクトなね、バイクに持っていくのちょうどいいんですよね。これがそうやって、こういう風に五徳兼風防になって、こういう感じで湯沸かしたりとかできるんですよ。なるほど。エンダースの9063って言うんですけど、エンダース9063、はい、リビーバーナーって言うんですかね。なんかそういう相性があるらしいですけど、これをだから、最初はまあ壊れた、はい、要はポンコツ状態で買って、そうです、ね、全部修理してってことですか。はい、コスから全部切り直して、ようやく着くとこまでできたんで。これもだから結構古いもんってことですよね。これはかなり古いですね。まあ、こっちも販売もしてないんですけど、はいはい、うん、もうなかなか手に入らないもん。手に入ったとしても大体壊れてるから、使える状態でっていうのがまたこれも珍しい。使える状態のほんまにバカほど、この間ヤフオクで10万円ほどしました。これが、はい、僕、まあ、いくらとは言えないですけど、はい、まあ、壊れたものですみたいな感じだったんで、割と格安で買えたんですけど。すごいですね、それを自分で修理できるのがすごいな。一応こっちはあの、ホワイトガソリンとか、あの、はい、車のレギュラーガソリンとか使えるんですけど。あ、そうなんですか。はい、レギュラーガソリン使えるんですか。はい、で、あの、単車からあのガソリン引っこ抜いてみたいな。すげえ。これだからドイツとかでもうそれこそ60年前とかにあの使われてたものが今ここにあるってことですね。そうですよね、はい、それはまたロマンですね。ロマンですね。うん、日本人が使ってるみたいな。ねえ、すげえ面白い。こういうの大好きなんで、いろいろ、はい、今日はこれ持っていく。あれはちなみにこういうの何個ぐらい持ってるんですか。バーナーだけでもちょっと数えきれないですね。あ、本当にじゃあコレクターなんですね。はい、バーナーとランタンだけは、はい、あ、ランタンも、はい、ランタンもじゃあ結構古いやつ。そうですね、昨日使ってたのも
70年ぐらい前のやつですね。あ、そうなんですか。ちょっとそれもまた後で見せてもらっていいですか。はい、また出してきます。この辺とかは最近のやつですね。あ、ここらも最近です、ね、最近ですよね、はい、すげえな、なんかそんなものがポンと置いてあると思わなかったんで、これ今流行りの、 あの、はい、ベイパラックスっていうメーカーの姉妹品になるんですけど、バイアラジンっていうんですけどね。ベイパラックス、これは、バイアラジンですね。バイアラジン、こっちもバイアラジンです。で今現行で売られてるのは、はい、ベイパラックスっていう会社があるんですけど、はい、うん、ほとんど部品も併用して使えるんで。ベイパラックスってあれですよね、なんかちょっと金色のランタンみたいな。あれはペトロマックスですね。 あれペトロマックスか、はい、あれは別のところか。あれも一応持ってるんですけど、はあ、でもこういうテントにはこういう感じのが似合うっていうか。ああ、こういうソロテピでしたっけ、はい、こういうブルーキャンとか行かしてもらうときは必ず持っていくんですけど、ね、はあ、これが70年前とかですか、すごいな。これもちなみに自分で修理したとかですか。あ、いろいろあの部品は自分でしてますね。こういうパッキン関係ですか、そういうとこは自分でやってますね。あ、こういうパッキンが入ってるんですけど。ああ、なるほど。昨日ちょっとたまたま点火したら、はい、炎上しちゃってちょっと、あ、すすがついてるちょっとかっこ悪いですねいや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 、すごいですね。好きなんですね。大好きですね。こういうのもだからもうコレクションというか。そうですね。あ、で、あの気分によって今日はちょっとこの色にしようみたいな感じってことですか、はいはい、一番最初にこの子に出会って、それをお店で買ったんですけど、はい、あ、これを、はい、で初め見た時はこれのもうハゲ取るやんとかね、なんかもう汚いやんみたいな思ったんですけど、はい、1時間ぐらい喋ってる間にちょっとんだ1個初めて買ってみますわ、いうことすごくなるほど、うん、今じゃあこの傷とかも剥がれた感じもなんか好きになってるってことですね、はいはい、前のオーナーさんとかがここで五徳を置いてお湯を沸かしたりしてたはずなんですよ、うん、こう傷がこうペンペンペン。ああ、なるほど、うん、あ、だから剥げてるのか。そうですね、ヨーロッパの方はそういう使われ方をするらしくて。ああ、この湯も熱くなりますもんね、はい、お湯を沸かしたりとか。へ、銀行のそのペトロマックス の、はい、あのオプションとしてそういうのもあるんですよ。なるほど、うん、これちょっと面白いものを見せてもらいました。ありがとうございます。今度キヨさんの撮らせてもらっていいですか。あ、はい、今乾燥のなんかも変な形になっちゃったこれタープはどこの、あ、DD か、うん、DD の44です。44で、うん、あ、これやっぱアレンジできるからこれを買われてるってことですよね。このタープ泊するためにというか。そうですね、うん、あの、まあ、これ買ったというのももらったんですよ。あ、そうなんですか。キャンプやめるって言われた方がいらっしゃったら、じゃああげるってそう、タープだけでも私結構種類持ってるんで。あ、そうなんですか、うん、いつもタープ泊です、テントじゃなくて。 いつもあのこれヘブンテント、あ、高床式テントみたいなやつですか。あ、ヘブンテントなんですね。そうそうそう、ヘブンで。このセットは絶対に入ってるんで、うん、あの、どこででもね場所さえあれば。そう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 、コットの上にこのなんかそう、ポップアップテントみたいなことですか。そうですそうです、ポップアップテントですね、これは。このぐらいの大きさまでちっちゃくなるのかな。あ、うん、まあ蚊帳にもなるしってことですよね。そうですね、ところがこんな感じ、このぐらいの大きさになるんですよ。お、うん、まあ、しかもあれですよね、あのポールとかいらないからこうポンってやったら、そう、もうこの上ポンって展開できるん で、うん、であとはあのなんだろう、マット引いて寝れば全然寒くないです。冬も全然寒くない。だからあれですか、あの結構ポイントとしてはもうとにかく楽に設営したいみたいな。そうですこの下のコットもあれですもんね、折りたたみ式ですもんね、きっと。うん、あのこうやってなんか挟んなんでこうやったりとかそういうのじゃないから、ただなんていうの、重たいだけです。重いけどここで、ね、移動するから嬉しいかななんて。まあオートキャンプ場とかならね、こういう。そうです、うん、全然大丈夫ですよね。楽ちんですよ。なるほど、ありがとうございますいい、はい、もうなんか展開しちゃったもんね、ごめんなさい。あ、いい、いい、いい。夜はだからこれ閉めてあったんですよね、確か。閉めてました、はい、ね、この辺が確か閉まってたんですよね、はい、うーん、で僕のはこれです。何でもない、かわいい、何回も
見てるのでなんかこういうコット入っても横に余裕がありますよね。 ありますあります、ね、絶対ですよね。私もこういうのちょっと欲しいなと思って、あ、うん、よいしょ。これね、ちょっと結露しますけどね。うん、これこんな感じで、うん、多分普通にコット2つ入るんですよね。入りますよね、うん、この大きさだったら。なんか多分広いですよね、普通のやつより広い。これ思ったより広い。これね、なんでかっつうと多分これなんですよ。ここで、うん、ポールでこう突っ張ってるんで、本当はこれがないから、あのこの辺ぐらいになるんですよね、天井が。だからだいぶ広く、広いユニジアのやつなんですね、これね。あ、そうですね、今ユニジアで売ってるのは多分水色とかになっちゃうんですけど、うん、こういう色が出たらか、ね、考えられます ね、これは。そうですね、うん、これはこれでいいかな。よいしょ、いい感じですよ、うん、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか。本当ね、スタイルが様々で、あの見ててすごく楽しかったです。でも面白いようにですね、みんなバラバラだったので、まあ、グルキャンっていうのはですね、いろんな趣味で集まったりすると思うんですが、今回のグルキャンはですね、本当キャンプっていう大きな括りで集まれたグルキャンだったんじゃないかなと思いました。今回の動画がですね、キャンプ道具を選んだりする時の何かしらの参考になれば幸いです。それでは